はい、皆様こんにちは。函館ワイオンモダン化推奨官です。春になってですね、ゴールデンウィークになりますと、このような姿で、函館観光に、函館のね、ベイエリア周辺を散策するととても気持ちがいいですね。こちらの女性お二人、少しご覧ください。はい、これは、5月のゴールデンウィークの時にですね、姉妹で一緒体験していただいたんですけれども、ずっと前からこのチマチョゴリを着てみたかったという韓流ファンの女の子、お姉ちゃんですね、そして妹さんはこの袴姿を着てみたかったんだということでですね、はい、このような自分たちがずっと憧れていた衣装を着て、散策に出かけられました。はい、ではもう少し見てください。とても絵になります。はいはい、こんな感じでですね、はい、函館明治館のすぐ近くに豊川稲荷という神社があるんですけれども、そちらの方で署名吉野が咲いていますね。5月のゴールデンウィークにちょうどいいタイミングで、桜が咲きます。今年も順調に咲くことだと思います。はい、皆様も桜の木の下で撮影してみてはいかがでしょうか。はい、それではまたお会いしましょう。函館ワイオンモダン化推奨官でした。